天まで届く一筋の光、宇宙エレベーターが完成して1年、週末には家族で月旅行、そんな未来がついにやってくると誰もが目を輝かせていたに違いない。でもそんな日が来るのはまだまだずっと先。目的地の月面ステーションや宇宙コロニーの建設はこれから始まるのだから、それが現実。そして私の現実はというと、毎日地元のゲーセンが良いか。ミサさん、本日もご来店ありがとうございます。毎日お出迎えありがとうね、インポちゃん。なんだい、今日も来たのかい。悲しい青春送ってんね。一応お客なんだから歓迎してほしいな。だったらもっと金落としな。毎日いるだけじゃねえか。ミラコばあちゃん、このクレーンガバガバすぎて景品取れねえよ。黙りな。景品が取れることはちゃんとチェックしてんだよ。インポちゃんにチェックさせんな。人間にはミクロ単位の操作なんてできねえんだよ。ロボットにできるのは 100% までだよ。人間だけが限界を超えて 120% の力を。聞いたことあるセリフで煙巻いてんじゃねえ。ちくしょう、覚えてろよ。うん、また来いよ。私もシミュレーター見に行くよ。先ほど初めてのお客様がシミュレーターに入りました。そろそろプレイが始まる頃です。本当？
らわねえとな。もしもし、聞こえる？いきなりごめんね。今乱入してきたのはこの辺で初心者狩りしてるタッチ悪いやつなの。でもそんなに強くないから落ち着いて。お前外から邪魔すんなよ。いい加減初心者守るのやめなよ。私が相手になるよ。俺は女には手を出さねえ。俺より強い女にはな。君さっさと片付けちゃっていいよ。こんなのミサ、はじめまして、よろしくね。この辺じゃ見ない顔だけど、どこかのチームに入ってるの？え、入ってない？これはこれは好都合。私の地元は小さな商店街なんだけど、駅前に百貨店ができてからお客さんが減っちゃってね。タイムズユニバースって聞いたことあるでしょ？え、知らないの？百貨店だけじゃなくて、いろんな事業をやってる外国のすごく大きな会社。最近は宇宙事業にも参入してるらしいよ。まあそのタイムズユニバース百貨店が駅前にできて、うちの商店街のお客さんみんな取られちゃったんだ。そこで私は商店街の名前でガンプラチームを作って、商店街の宣伝をしようと思いついたってわけ。つまり我が綾戸商店街ガンプラチームに君をスカウトしたいんだよ。ただいま。いや、おかえり。あのね、父さん、紹介したい人がいるの。ああ、チームメンバー見つかったのかい？あのさ、もっと君はまさか娘の、ぬー、許さん、表に出ろとかないの？ないよ。すまないね、君。強引に誘われたんだろう。ミサの父の雄一です。よろしくね。ところで、もうすぐタウンカップが始まるだろう。参加登録しておいたよ。そうだった。まずはタウンカップ優勝を目指して頑張ろう。それと、これからよろしく。